IT 企業、成長ベンチャー、スタートアップへの転職なら DYM 転職。あなたの強みを生かした転職をサポートいたします。詳しくは概要欄をご覧ください。はい、にんちゃん、ここです。イエス。じゃあ今回新しいゲスト、あゆみさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあゆみさん、今回はどちらの企業のお話をしていただけるんでしょうか。はい、日本航空の客室乗務員時代のお話をさせていただければと思います。 CA さんというと。あ、そうですね。はい、JAL ですね。はい、そうです、はい、意外と初めてですね、CA さん。あ、そうなんですね。そうなんですね。恐縮です。はい、初の。じゃあ早速なんですけども、 JAL って何されてる会社？はい、あの航空輸送事業をしている会社ですね。航空輸送事業、はい、まあ飛行機、ね、そうですね。でそこで CA さんを何年ぐらいされてたんですか？大体3年ぐらい、はい、新卒ですか？そうですね。じゃあ CA さんって何してるかを聞くまあでも僕らの知らない仕事があるかもしれないですからね、はい、ちょっと改めてどういう仕事かという、はいはい、私は国内線と国際線どちらも経験はしていたんですけれども、大体国内ですと日に3便くらいを飛んでいて、国際線ですとまあ長距離路線だったらニューヨークだったら 3,4 日かけて行って帰ってくるというような働き方をまあずっと繰り返していくというような仕事内容になります。そもそもなるのってどんぐらい大変なんですか？そうですね、私の時だとだいたい20後半くらい、28倍とか言われていた気がしますね。結構そのなるための学校とかってあったりするんでしたっけ？はい、そうですね、ほとんどの内定者がスクール出身っていうふうに言われていて、CA スクールと大学のダブルスクールで身につけて準備をしていくっていう子たちの方が多かったですね。いや、結構採用する側もそこを出身というか行ってるだろうという体で面接というかなんかいろいろ訓練もしたりするんですか？あ、でもまっさらな子たち、私は行ってなかったので、こういう人たちもいるので、一応はゼロベースからお話は進むので、そこは安心していいかなとは思います、うん、何が一番人気の魅力になってるというか。そうですね、理由になってると思います。やっぱりネームバリューだったりとかイメージっていうのが人気を高めているのかなって思いました、うん、なるほどね、うん、華やかとか。そうですね、実際あれ飛んでる時ってドリンク出したりしてるじゃないですか。してない時もあるじゃないですか。そうですね、あれ何してるんですか？大体お客様のそうですよね、見えてないですもんね。大体マージャンしてんだよなんでお客様のその次のお食事、国際線だったらミールっていうお食事が出るので、その準備に意外と勤しんでいて、1分も無駄にできないくらい働きまくってるんですよね、はい、国内線は何してる？国内線ですとやっぱりその飲み物の補充だったり、そもそもフライトタイム、飛行時間がめちゃくちゃ短いんですよね。伊丹だと10分あるかないかの中で、大型機だと400人にドリンクのサービスをしなきゃいけないってなると、ものすごい速さでサービスをまあ丁寧かつ効率よくしていって、その後にもう降下の準備に入るので、 CA はサービス要員だけじゃなくて安全保安員の役目もあるので、ストッパーラッチっていうそのカードを収納して飛び出てこないための準備、降下の準備っていうのに勤しんでいます、ね。結構忙しいんですね。意外とドリンクとかっていらないって僕思っちゃうんですけど、はい、いる人だけ配ればもっと楽になるのなって思いますよね。まあここだけの話、うん、そういう方がいてくれたらどんなに楽かとも思ったことはあるんですけど、うんすね、僕絶対欲しいんですけどっていう方もいらっしゃいますだから持ち込みにすればいいじゃん。まあ持ち込みもできますよね。あ、もちろん、うんね、まあ保安検査場で通せば安全な液体であれば持ち込みは可能なんですけど、うんうん、まあここがフルサービスキャリアとそうでない航空会社の差にしてますよね。あ、そうか、格安だと来ないですもんね。水来ないですもんね、サボタン、うん、確かに、まあ、それが忙しくなっちゃってる一つの理由なんですね。そうですね、まあ、そもそもフルサービスキャリアがいいと思って入社しているので、まあ、自分が選んだ選択ではあるので、うん、後からどうこういうことではないかもしれないんですけど、やっぱ上に乗ってる CA さんの人数も LCC に比べたら多いんですか、JAL とかは。そもそもその機体によって安全保安要員の数が決められてるんですよね、うん、それぞれのドアの担当が決まっていて、うん、例えばこの機種だったら6つのドアがあるから何人みたいな風にも決められてるので、そこにおいてはそこまで大きな差はないようには感じるんですが、ごめんなさい違ったらすいません。
CA さんって、まあ、結構華やかだけど離職率も高いイメージなんですよ、はい、やっぱ2年ぐらいで皆さん離職されていくんですか？そうですね、まあ、もうちょっと働いてるかなっていうふうに私は感じているんですけど、例えば同期が私の時は200人ドンって入社してから訓練があって、その時の一緒に訓練を受ける同期が大体1クラス15人から20人くらいなんですよ。で、じゃあ例えば2年経ってどのくらい残ったかって言ったら、ほとんど8割くらいは残っているかなっていう感じですね。やっぱ辞めていく人は立ち仕事が辛いってことで辞めていくんですか？そうですね、私の場合は次のキャリアを築きたいから辞めるっていう派だったんですけど、そうじゃない場合はやっぱり体力的にきついっていうのもあるかなとは思います。あとあれじゃないですか、女社会だから。あ、そうですね、綺麗な人でも重宝されないみたいな。いや本当に私は免疫がなかったので、うん、あれですけど、相当答えた時もありました、ね、うん、女性社会は普通の OL と違うってね。そうですね、みんな女性だから本来チヤホヤされる人材が全然されないっていうのは結構ありました。やっぱり現役の時もそういういざこざみたいなのは。そうですね、それこそ新人の時は教育という名のもと厳しい指導っていうのは日常茶飯事で、新人のことをジュニアって呼ぶんですけど、ジュニアデューティーっていう業務があって、先輩を働かせないために後輩がする業務のことを言うんですね。例えばなんですけど、エレベーターに乗るって言った時に新人が2人両サイドにこうついて、両サイドでドアを押さえて先輩方を通すっていうしきたりがあったりとか。すごいですね、2人で支えるんですか？そうです、2人でどうぞって言って、それができてないと、あの子ジュニアデューティー全然できてないけどどうなのっていう。だからそこらの伊藤忠とかより大会系かもしれない。いや、そうですね。何も、うん、なんかあったりします？あ、そういうエピソード。そうですね、私は本当にポンコツだったので、新人時代、はいはいはい、もうそういった上下関係っていうのも初めてだったんですよね、うん、まあ、部活はある程度経験してきましたけど、うん、例えば先輩が出社する1時間前に後輩は必ず出社をしておくんですよ。やばいやばい。で、先輩が出社されたらもう駆け寄っていって、うん、自己紹介、挨拶、名前、フライト歴、はい、あと今日の意気込み、こういうところ私苦手なんでどうかご容赦くださいみたいなことを一人ずつ挨拶しに行くっていうのがありました、うん、それもなんか結構テンプレ化されてるんですか？うん、そうですね、ある程度もう何回かやれば、うん、いや相当だよね、軍隊だよ。それはもう1年目だけですか？もう2年目以降になったらそういうのなくなるんですか？正直やっておいた方がいいには越したことはないとは思いますけど、はいはい、私たち例えば中堅がやりすぎると、今度下の子たちができてない、なんでやんないのって言われてしまうので、手を出しすぎても下の子たちの印象が変わってしまうなとは思っています。何年目ぐらいになったらエレベーター支えてもらえる立場になるんですか？はい、そうですよね、大体でも半年くらい経つと新人がどんどん入ってきていたので、やんなくてもいいかなぐらいには。でも気を抜くとちょっとね、ね、危ないので。なるほど。CA さん、じゃあキャリア聞きたいんですけど、はい、どのぐらいで現場卒業するんですか？もうずっと現場なんですか？そうですね、一生現場の人の方が多いかなと思います。それこそたまに移動で1年間は違う部署で事務方やっていましたっていう方もいらっしゃるんですけど、ここちょっと定かじゃないんですが、うん、何ヶ月かに1回かな、飛んでおかないと、そもそも飛行機を飛ぶ資格っていうのがなくなってしまうので、安全保安要員である以上飛行機に対する知識がなくなっちゃうと飛べないっていう決まりがあるので、うん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 、ある程度のスパン乗っておかないと資格が喪失してしまうんですよね。なるほど。だからちょっと2年ぶりに消防車乗るわみたいな。いやいや困る困るみたいな話ですよね。そうですね、うん、あ、どうだっけかな、ドアの開け方なんて言ったらもう本当にこれら水出るんだっけみたいな になっちゃうと困るから。そうですね、はい、それがなんかいわゆるウェイトレスとかとはまたちょっと違う保安っていうところは違いますね。大きく違うところですね、うん、訓練も厳しいですし、うんうん、じゃあ結構気になってるんですけど、顔採用なんですか、やっぱり皆さん。いや、そうでもない気がしていますね。あ、そうですか。なんでこんな顔の子入ってんのみたいな、やっぱり思ったりするんですか？いや、なんかもう本当にここだけの話ですけど、うん、はい、例えば広報とかである一人の CA がクローズアップされたりすると、うん、後ろでざわざわと、なんであの子なのみたいなのを聞いたことがあるんで、うん、ちょっと怖いなとは思いましたね。なるほど。そういうやっかみもやっぱりあったりして、まあ、女性がね集まるとどうしてもそういう風になってきちゃいますよね、うん、どこも。
確かにね、厳しそうな職場ですね。絶対厳しいでしょ。お客さんとか変な人いないですか？たくさん乗ってこられるので、うん、やっぱり何百人に一人はいらっしゃいますよね。どんな人いましたこれまで？一番私が嫌だったのは、うん、セクハラ旅客みたいな。 あんまりね大きい声では言えないですけど、そういうのは警察待機みたいなことにも発展していっちゃうので、まあ、要注意人物として着陸したら警察が来るみたいな。あ、そうですねそれ言うんですか？あなたがこれセクハラですよみたいな感じで言うのか、それかもう着陸するまで言わないのかで言うとどういった対応なんですか？もうそれは訓練とかマニュアルで決まっていて、もうちゃんとその場で言いなさいっていうふうに指導されてるんですよね、まあ、そこまで言うとちょっとねあんまり言いにくい話かもしれないんですけど、軽めのやつでちょっと探しますね、でもお客さんのデータって全部 DB に入ってて、はい、1回でも要はビジネスクラスとかに乗ったら、この人は例えばパクチー苦手とか言ったら、もう次のビジネスクラス乗る時もパクチー苦手な人みたいなタグがちゃんとついてるみたいな聞いたことあるんですけど。おっしゃる通りで、はい、すごいそこら辺のインフォメーションの連携っていうのは会社内できちんとできてるかなとは思います、だからもうネット用語で言うと CRM というか、はい、ネット用語でもないか、だからなんかちょっとでもクレームとか入れたらずっとクレーム入れたやつっていう、まあ良くも悪くも要注意人物じゃないけどっていう感じなのは残るっていう感じなんですか？はい、残っていますね、こういうことがあったので、今日のフライトでは気をつけましょうっていう風に、フライト前のブリーフィングっていうミーティングでも共有されたりします。会社名とか全部出てますね。ちなみにくだらないことですけど、やっぱ芸能人とかもこう乗るわけじゃないですか、だからそれを見てわあ誰々さん来たみたいな感じでやっぱ CA ざわざわしたりするんですか、機体の中で？そうですね、機内の中でこそこそってあいらっしゃるみたいな、はい、会話はありますね、でそこから CA さんからその人に対してなんかアプローチとかしたりする人もいたりするんですか？いやー見たことはないんですけど、誰々のファンだからちょっとサービス交代してもらえないみたいなのを、なんとなくあの先輩から言われて、その時だけどうぞ飲み物持って行ってください、私もすごいファンだったので、あーと思いながらも、いやいやそれは年収チャンネル飯田ファンだって言えよ CA いますかね、今培養してくれてる CA、ね、多分飯田ファンそうだと信じたいですけどね、飯田ファンいるから CA でもいっぱい、まあそういうのはあるんですね。あるかなと思います。なるほど、じゃあちょっと年収を聞いてみますか。はい、契約社員になるんでしたっけ、そもそも CA さんって？あ、今はちょっと正社員になっているかもしれないんですけど、私の時代は3年間契約をやった後に、まあ、問題なければそのまま正社員っていうような切り替えでしたね。じゃあ別に今でもまあ契約社員時の時でもいいんですけど、年収どんな感じだったんですか、その3年目ぐらいまでは？そうですね、まず1年目で入った時は研修期間っていうのは時給制で1000円未満くらいだったんですよね。まあ、そういうのを経て1年間で大体350万円くらい、1年目が。で3年目はバリバリ国際線飛んでてビジネスクラスとかも経験してます。で大体400万円ぐらいですね。あれ少ないですね。そんな少ないんですか？そうなんですよね、意外と。でも正社員になったらもっと跳ね上がるんですか？いやそれ同期に聞いてみたんですけど、今回、そこまで変わらないよっていうこと で、で私の方でちょっと調べてみたら、なんか5年上がるごとに大体50万円前後くらい上がるみたいな年収の推移みたいなんですよね。30歳ぐらいでいくらぐらいになるんですかね？多分月収30くらいか。今はねちょっとコロナの影響でボーナスとかはないので、あれなんですけどね。でも女性の管理職とかだったら全然1000万とかいきますよね。どうなんですかね、多分マネージャークラスくらいだったらいってるかもしれないですね。まあ、昔はペイペイの時代でも1000万円いってたなんて言われてましたけど、今はね、その今コロナだから下がってるけど、もともともらってる給料のポテンシャルで言うと、ウナミズ総合商社まではいかないけど野村証券クラスはあったみたいな。そうなんですね、CA さんって、めちゃくちゃ高級なイメージだけどね。まあ、外資とかだと多分日経よりはもらっているとは思いますね。実際アナの方が高いみたいなあったりするんですか、JAL より？いやそこまで変わらないですね、知り合いも勤務してるんですけど。どっちがどういうあれなんですか、アナ JAL は？あ、どっちがどうこうっていう、その差は何なんですか？
差はやっぱりブランドイメージっていうか、ブランドイメージ、うん、そんなないけどな、どっちがどっちとか、ね、JAL はなんか反公務員みたいな、あ、そういうイメージですか。で、ANAは完全民間のベンチャーのし上がり企業みたいな勝手なイメージですけど、うん、どうですか飯田さんは。いやでもそういうイメージもない。なんか JAL の方が、まあ、会社としてね一回破綻したんで、うん、サービス精神旺盛みたいなのはイメージありますけどね。逆に、うん、あなんか破綻したのに復活できてるのが民間っぽくないというか。ああ、うん、それ言われていました。私破綻してから初めての新卒採用だったので、はいはいはい、もう雰囲気が違うというか、うん、新卒採用の時の説明会も説明担当者が涙を流して破綻したのに来てくれてありがとうねみたいな雰囲気だったんですよ。で電車に乗って通勤してる時とかもお客様の声とか聞こえてくるんですね、同じ電車内なので、うん、JAL は破綻してもなんか国に助けてもらったからずるいみたいな話が聞こえてきたりとか当時、うん、まあ、そんな中でうるせえクズって言ってそういう雰囲気だったので、なんか見られ方は違うなとは思いました。うん、でも業務内容とかお給料に関しては働いてみてはそこまで違いはないかなと。合コン三昧なんですか。そういう人も、ぶっちゃけるといるかなとは思います。まあ、だって向こうのなんですかパイロットともやっぱり現地でステイ先で合コンみたいなので聞いたりするんですけど、合コンは私はなかったんですけど、みんなで食事にはよく行ってましたね。あのパイロットがボディーガードっていうような、はいはい、という名目で名目なのかな、はいはい、役目で、はい、一緒に行かせていただいていましたね。パイロットってね言っても年配が多いだろうから。そうなんですよね。いわゆるなんか若い CA と若いパイロットでわっきゃわっきゃみたいな。いや、そう、本当にあんまない感じしますけどね。なんかドラマとかだとすごく人気の俳優さんがパイロット、ね、私グッドラック大好きだったんです。グッドラックを見ても航空会社いいなと思ったくらいだったんですけど、はいはいはい、見てる方々は世代じゃないですかね。まあそうっすね、20代ですからね基本は、うん、実際やっぱり CA さんはパイロットと結婚したいみたいなあったりするんですか。うん、実際に結婚している人もいましたね、うんうん、でもそれこそ JAL の方だと、まあ、破綻してからパイロットの採用とかもね遅くなっていたので、うん、そんな若い方もいらっしゃらないで、訓練も長いのでパイロットも、うん、なんでANAの方が割と若いパイロットは多いイメージでしたね当時は。なるほどなるほど。じゃあ社員の割引とかあったりするんですか。はい、私の時はだいたい9割負担が何枚っていう風に枚数制限でその優待券みたいなのが発行されていました。9割負担ってことは要は1割で旅行ができるってことですね。そうですね、自己負担は1割で、ただこれもお客様が日系の企業の場合は優先なので、もしその券があったとしても乗ってみてお客さんから予約が入ったってなったら降りなきゃいけないので、割とヒヤヒヤするんですよね。それせっかく旅行予定してたのに帰ってこれないっていう。あ、そういうのあるんですね。 あります。もう本当にヒヤヒヤで、それこそ海外とかだと次の日仕事なのに今パリみたいな感じだと怖いですよ、ね。まあ、でも座席がある程度事前に空いてるかどうかっていうのは分かるんじゃないですか。あ、そうですね、ある程度見るんですけど、まあ、直前でたくさんお客様が予約することとかも、シップチェンジって言って機体が変わったりするといきなり増えたりとかするんですよね、はいはいはい、人数が。なるほどなるほど、怖いですね。確かに、9割は海外とかでも本当距離関係なくどこでも9割負担してくれるんですか会社が。それどうだったかな、ちょっとこれ定かじゃないんで。あ、まあまあいいですよ。そうですよね、国内だったら9割が多く発見されていたと思うんですけど、海外の場合はちょっと忘れてしまいましたね。わかりました。お客さん目線で言うと、はい、ビジネスクラスに乗ったら俺今日ビジネスだぞとってなるお客さんも多いと思いますし、はい、僕もビジネスクラスマイルじゃなくて普通に買ったら結構高いお金払うじゃないですか。そうですね、ちょっと気は大きくなるとは思うんですよ。はい、CA さんからするとどのあたりからガチモンだなって思い始めるんですか。やっぱりファーストの方々はすごいなって正直思いますね。やっぱレベチなんだ。レベチでやっぱり乗り慣れていて、うん、本当にすごい方っていうのは食事も一切食べずにずっと寝ていらっしゃるんですよね。着いてからもう仕事オンモードで行きたいので飛行機の中はもう寝るだけみたいな。ファーストで寝るだけ、うん、ってなると、あ、あすごいなって思う。俺だって1回だけタイに行くときにファーストに乗ったことあるんです。はい、すごいね。なんかフレ
現地のコース料理みたいに出てきたから、へえ、はい、ビジネスもでもそういうのを食べられるんですね。あ、本当ですか。はい、その後一個一個ナイフとフォークが都度出てきてみたいな感じで、これは無駄だろって思ってでもやっぱもったいないから食べるじゃないですか。 あれをいらないって言って寝てたらもうマジですね、マジの金持ちでしょうね。あ、それもったいないと思わないわけだから、いや私こそなんかもったいないと思って食べたくなっちゃいますね、うんうん、残るとじゃあ今回は JAL のあゆみさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。